さあまもなく選手が入場してまいります。では両チームのメンバーをご紹介いたします。栃木シティフットボールクラブです。ゴールキーパー相澤ピーター小網、そして4バック右に鈴木博人、センターバック西山大河と佐藤良樹、そして左サイドバック奥井亮選手が6月15日以来、戻ってまいりました。ボランチは不動です。関野源也、そして宇津木俊、シャドウトップ下に表原源太、そしてアタッカー田中パウロ純一、吉田敦、藤原拓海と入りました。吉田敦選手は5月青森と対戦した時に2得点を挙げています。サブのメンバーがゴールキーパー原田、ディフェンス内田、中盤岡庭大島、フォワードで先ほどご紹介した新加入の村越、鈴木邦友、平岡と入っております。そしてラインメール青森のメンバーです。こちらは 3-5-2 というフォーメーションになるかと思われます。さあまもなく試合が始まります。ラインメール青森のキックオフです。前半は右から左に青森白のユニフォーム、そして左から右に青のユニフォーム栃木シティが攻めていきます。青森で試合をした時には2対2の引き分けだったという両チーム。パウロ青森しっかり7に戻ってきますが、さばいてのクロス、ファーダヘディングシュートは正面でした。源太表原でした。フリーだったんですがいいボールでしたね。やっぱりパウロのドリブルが効きますよね。ここの切り返しは、深いんですよね。ここの切り返しがいいボールでしたね。その選手が今中央にいますが、ヘディングシュート止めました。そして吉田敦、ただ青森8人ぐらいは戻っている。上がって飛び込んでくるヘッディングクリアですが、セカンドボールは奥に取れそう。ハンドかなんかありましたかね。そうですね、ただその後がつながらず、関野から藤原拓海、吉田、オフサイドか、14点の青森からどうやって点を取るか。パウロ行きます。中に入ってきた。セカンドボールは藤原から奪います。山口、低いボールがいった。ベッサ、その後村上でしょうか、触りました。しかしキーパー正面。ここで前半終了です。0対0です。さあ若林さん振り返ってどんな印象でしょうか。そうですね、本当にお互い決定機は1本ずつだったかなっていうところですけど、本当にデータ通り、青森さんはもう本当守備からっていうところでファイブバックを組んでしっかり集中して守ったなと。さあ後半始まります。エンドに変わりまして、右から左に青の栃木シティ、左から右に白のラインメール青森が攻めていきます。ベッサどうやら大丈夫そうです。そうですね、そして町田が今寄っていきますが、その町田のヘディング後ろ、ベッサピーター止めましたが大丈夫か。今みぞおちの辺りにおそらくキックが入ってしまいます。そしてパウロから今度は表原を走らせます。表原マイナスのクロス打ってましたが、1人さばくシュートを打っていくか。強い当たりだったんですが、そうですね、しっかりねあそこでかわして1人吉田敦に触ればっていうのもあったんですが、自分シュートですよね、打っていこうというような、しっかり左足でかわして。もうシュートまでのイメージできてたと思うので、前にコーナーキック4本目ですが、パウロどこを見るか。近いところに来た、ヘディングシュート、そして上田、佐藤良樹、ただクリアがまだ上に行っている。クリアまだ上だ、佐藤良樹、クリアした。吉田敦かなりライン際に行っていますが、一旦起点作る藤原拓海が最終ラインと今駆け引きをしている状態。表原、おお吉田敦、エレンの中に来た、中、いや惜しかった。藤原を走らせたプレーだったんですが、これファウルもなし。そして平岡選手は藤原拓実選手に代わって入ります。しました。しっかりパスにしましたしね、落ち着いてますね。平岡ターゲット、そしてセカンドボールは吉田敦、ふわっと、おお広末のダイブ、パウロに対して平田が下がってきてのディフェンス、ロングスローです。角度をつけてゴール前まで入ってくるこぼれ球、うまく合わない藤本、ただ振り向きざま、上です、危うくオウンゴールになるところでした。佐藤義樹の首が上に行きました、コーナーキック、ね、でも沢田はよく触ったと思いますよ、後ろにいましたからね。さあ前がごっそり変わりまして、トップに平岡がいて、その下に左に大島、そして右に左に村越ですかね、左に村越いますね、右に国友、真ん中に大島ですかね。国友と村越が両サイドですね。トップ下大島隆という形になります。しっかりもう実力は十分あると思うので。今日シティフットボールステーション2529人の入場者です。ありがとうございます。平均で2000人というのが J リーグ参入の条件になるんですが、今日はそれを超えました。なかなか2000人というか難しい中で2000、この前も600で今回500っていうところでは皆さんにもう感謝しかないですね。さああとは3をプレゼントできるかというところですが、松本、ヘディングでつなぐ、クリアしたピーター、頭を抱えた長倉、おそらくファウルありました、流しています。村越まだ粘る、ファウルありました、流します。さあ大島から鈴木邦友、中4人いる、村越頭を越えた、もう1回クロス入りますが平岡落とす、ヘディングは上です。大島叩きつけられればよかったんですが、でもやっぱり平岡の強さ、でしっかりねそこに高橋が入ってきたのでね、いい攻撃だったと思いますけどね。奥井からエリアの中は今3対6という状態。村越から強いパスいった、鈴木宏斗から平岡飛んでくる、セカンドボールは今大島あたりがアプローチしたんですが、それでも生かす。今度は吉田正也、そして松本、中4人入ってきている青森、ピーター、関野ふわっと浮かせる、ファーで鈴木邦友に対して競り勝つ、もう1回鈴木宏斗、あと30秒ぐらい、ラストチャンスか、鈴木邦友から中入ってくる、ゴールキックか、吉木もね入ってきましたけどね、センターセカンドボール取って、ここで試合終了です。0対0、引き分けとなりました。栃木シティ中断明けの最初の試合は勝ち点1、10勝4分け4敗、勝ち点34、6試合負けなしということにはなりましたが、3は取れませんでした。青森は7勝8分け4敗、勝ち点29ということになります。